ミンクス代表取締役社長の岡村です。ミンクス銀座店取締役の土屋翔です。アビー代表の松永秀樹です。はい、アビー副社長小田島です。美容エディターの桑名真理子です。攻め同士守り同士でぜひざっくばらんに質問したいことをクロストークしていきたいなと思います。はい、ではちょっと準備を。ミンクス風売れる美容師の作り方、難しいですよねいきなり難しい質問をいただいてしまいました。何でもかんでも売れたい、売れるわけではないと思うんです。例えば自分はこれが得意です、でその得意なものをしっかりと磨いてきました、だから僕はこれで、勝負しますっていう武器を磨いて、その武器をいかにその SNS なり、言葉で発するだけでもいいと思うんですけど、人に伝えることができるか、でそれができる人間はやっぱりその分野ではきっと売れると思うんです。ですからやっぱり売れる武器を一つ磨けっていうふうなことはよくお話をしています。で世代間のギャップのようなものは感じますか？でまたそれを感じたとしたら、それの対応はどうされますでしょうか？正直あんまり感じないんですよね。なんか世代間のギャップっていうんですか、なんかこう聴いてる音楽とか休日の過ごし方とかは違うんですけど、俺らの時代はこうだったからとか、そういう言い方は意外にうちしないんですよね。なんで結構目線を、上げたり落としたりもしてるかなとは思うんで、本当になんかギャップがないんですよね。なんかすいません答えになってない。いやいや、めちゃめちゃ世代間ギャップを感じてないっていうか、空気を読めないんですよね。読まないっていうかタイプだから、本当みんなは多少感じててもこう私も感じてないですよ。それがいいのかなと思ってます、逆に言ったら。でも、いいと思う、溢れちゃって2つなんですけど長い。まず技術力、立場、ポジション、いろんなものがこうもう満たされている中で、今の次のモチベーションの源っていう部分と、個人的には会社的にどうやったら会社がミンクさんみたいに大きくなりますかっていうところなんですけど、こういいなって思うのは、やっぱり本当にこう下の若い子は育ってきた時かな。なんかね、それは本当にこう純粋に自分の中でこう、ああやってきてよかったなっていうのがこう一番大きいかな。その自分がどうなりたいとか、自分がこうなりたいとか、自分が上手くなりたいとかっていうよりかは、なんかね、そういう感じ。スタッフの成長、2つ目、大きな上のやつらが残ってるっていうのが一つの、その会社が大きくなった要因の一つではあるかな。なるほどっていうのはあるかな。それがだんだんこう下にも続いてきたりっていうのもあるし、だからこう上のやつらが残ってなかったら、多分そんなに大きくはなってないかも。30年以上ずっとこう20代の頃から一緒にやってきた子たちがいるっていうのが良かったなと思います。こう今もウィッグを切って練習するの？はい、してます。してるよね。してます。してるよね。でもね、俺ね、なんか分かるのそれ。分かるよ。あのね、なんか切ってるのを見てて、俺実はインスタフォローしてるのよ。本当に？本当本当。嬉しいな。あ、まっちゃん練習してんなっていうのは、ちょっとね、こう見てて分かるから、やっぱそうなんだなと思って。嬉しいな。自分が好きな美容師さんが上手い人が好きなんですよ。だから上手い人に自分もなりたいっていうか、いいよね。そういうやっぱりそのトップの人がやっぱりそういう姿勢でやってるっていうのが、そういう背中を見せるじゃないけど、気づかなかったことにもう数ミリに気づいたりとか、骨格と髪の生えてることってもうすごいシンプルじゃないですか。なのにこんなまた発見があるんだなとかいうのが自分の中でまたあるんで、そういうのが自分の中では面白いのかなと思って練習してます、以前のグラボブと今のグラボブ、今一番どこが変わったと思われますか？まず一言で言うと、こう重さの取り方が以前よりも結構軽くなってる感じがして、まず一つ言うと
横のパートじゃなくて前のパートですね、あのどこで分けるかっていうところを意識してて、このパートが前に行くとちょっとこうクラシックなデザインになりやすいんで、比較的後ろの方でこう前と後ろにこう分けるデザインを結構作るっていう意味ですね。あとはこのウェイトが あんまり高くなりすぎない方がいいなと思ってて、でも高くないんだけど隙間があるっていうか、まあこの辺りがやっぱりこう軽いっていう感じですね。でなおかつここに長さが比較的残ってて、フロントとバックのウェイト のポジションが大体同じになるっていうのが今の自分のトレンドであります。なんかもう単純にカップのファンなんで、いやいやそのスタイルのファンなので、はい、もう本当に一視聴者のつもりで質問してしまいましたカットではなく一番の売りっていうんですか。一番の売り、はい、指導していく中でカットを教える以外何教えてるのかなとか、こう悩みとか言われたら、じゃあこうすればいいんだ、ああすればいいんだっていうのをこう言ってたんですけど、最近はこうあまり言わなくなってきたっていうか、それもまあ聞くっていうのが結構増えてきたなっていうのは、ああそうなんだそうなんだって、こうすればいいよっていうのもあるんだけど自分の中では、でもそれも何も言わずにとりあえずこう聞いて聞いて聞いて、それで頑張れっていうのをこう言いますかね。最近僕下の子に何て言われてるか知ってます？若い女の子たち、うちのね、スタッフの、俺可愛いって言われてますからね副社長ってどう変な意味じゃなくて大変だなって思うんですよね。すごい合ってるなとはちょっと思うんですけど、なんかこう、なんかどうしてんのかなっていう。同期の中でもスターだったんですよね、やっぱり。いつもこうすごいなとは思ってた延長で今も来てるんで、ね、会社の小さい細かいこともあるじゃないですか、問題も。そういうのはもう多分10あるうち多分3ぐらいしか知らないと思うんですよ。あ、まあでもそうですよねそう思います、僕もそうだもん、うん、で中村ともそういう話をしてるんで、それで何か言ったとこでっていうのもあるし、まあ、そこに力を持っていくのもなとか、パワー使うじゃないですか。そうですね、僕はもう休日はもう中村も僕もそんなセミナーとか行かないんで、一番働いてるんで、だからまあ別に何も思わなかったですね。だから悪いとか嫌な思いもなかったし、松永で適任っていうか、はい、松永が社長で良かったなとは思ってますけど。でもね、やっぱり抹茶もいてくれるから、やっぱりそうやって外に出れるし、ね、そうだよね。だからやっぱり、ね、ボールを取ってくれる人がいるから投げれるっていうね、いいバッテリーだね。ですね。はい、僕が岡村から受け取りました言葉は、これからも一緒によろしく。本当に今ここでこうやってやってられるのも、まあ、岡村さんとの出会いがあったからだと思いますし、本当に永遠の、まあ、兄貴として一緒によろしくお願いします。まあこれからも、うん、まあ、一緒によろしくっていうのはそういうことです。コトル君からもらったのは、これからもかっこいい背中を見せてください。もうだいぶ年取ったからかっこよくはないけどでも初めを持ってるうちはそういう自分であり続けたいなというふうに思います。これからもかっこいい背中見せてもらえたらなと思います。頑張ります。僕がもらった言葉は笑顔です。一番やっぱりこう笑っててもらいたいなっていう存在なんで、笑顔ありがとうっていう感じですね。はいはい、いつもありがとうっていうのをいただきました。お互い健康にっていう意味でもあるのかなっていうのもあるし、まあ、いろんな意味でだとは思うんですけど、まあ本当心から、まあ、いつもありがとうと思ってるんですけど、ずっとっていう意味でもありますね。ずっとありがとうっていう意味でもあるんですけど、助けてもらってるっていう感覚はずっとあります。いつもありがとうと思ってます。ありがとうございます。